欲しい。何でも思うじゃないあなた。んでちょっと。どこやっ。尻尾ごとくだ。あ、だいぶ取れた。あ、これ。大丈夫だね。あ、よやけどしたかと思った。私慌ててて。焦げ臭いんでしょ。あ、よかった。うわ、焦げ臭い。よかったねでもこれ。よかった。私もうやけどしたと思って慌てちゃって。さっと死んでいくようにします。え、なんで？あの私がキッチンにいて、でこっち側でお湯沸かしてたんですよ。はいはい、そしたらうちガスなので火が出るんですけど、この子が甘えに来て、キッチンに乗ってきた。そうよく来るんですけど、なんか甘えるのに必死で、なんかね、こう変な匂いするよって言って。しばらく、でもしばらくしてても全然この子反応しなくて。もう一回体重からして、ごめんね、ちょっとテーブルからだよ。本当に 5.7 ちょっと重すぎじゃない、あなた。5.8 猫ちゃんより重いじゃない。すみません。とにかくスコンドのとこに尻尾がふっと。そう、でもごとくだと思います、多分。ごめんね、ちょうどその形なの。持ってあげる。猫持ってあげる。うん、大丈夫。じゃあ、体温計持って。すみません。甘えるのに必死で、もう自分の尻尾どころじゃない感じです。でもびっくりしたんじゃないの、この子。でもしばらくぼーっと、なんか全然気にしてなくて。暑いんじゃない、そちらに。ちょっと猫ちゃん、これさーって言って、やっとギャーって言って尻尾が。っていうか、体が飛び跳ねたっていう感じで。そうなの。だって完全に、完全に焦げてるよ、これ。しばらく気にしてなかった、この人。だってまだ焦げ臭いでもすごかった、真っ暗だったんですよ、ここ全体が。あ、水が取れたのね。取れたんですね。表面だけで済んでよかったんだけど、ここに引火したらさ。よかった。えらいことですよ。慌てて電話したら、まだ2時ですって言われて。よかったね、よかった。私もう絶対やけどしたと思って。猫めちゃめちゃ震えてるよ。それは怖いもの。うん、いいよ、ちょっとそこさ、あ、よかった、でも焦げて取れてたね、黒い全部。よかった、うん、自分ペロペロ舐めると思うんだけど、最初舐めようとしても焦げがあって舐めれなくて、いやにゃんねーって顔してて、ちょっと銀薄いと、あのさ、保湿剤とかさ、持ってらっしゃらない、誰かに。え、人間のしかないです。いや、人間じゃなくて動物用のはないです。ない。あれ、あのねねちゃんに出しない？ブラッシングするときように。いや、何も。あ、本当。怒ってるよ、猫で。じゃあ、保湿剤としてコンディショナーっていうのを出しておきますから。はい。まあ、この子ちょっと、ここにシュシュッと1日1回ぐらいやってください。で、まあ、これもともと保湿剤だから、この子だけに限らずみんな、ねねちゃんも家庭全身。人間は？そうなんですよ。人間は、人間は手につけてもいい。ブラッシ、ベッドブラッシ。で、あとね、私、はいはい、ちょっと、はい、ごめんね、ちょっと体ちょっと少し解いてもらおう、はい、もう一個、もう一個、猫、昨日の、今日の朝、シリコンブラシやってもらったばかりだよ。もうね、シリコンブラシが大好きだね。あのね、これね、人間のウェットブラシ、はい、これね、去年の12月から勧めてるんだけど、はい、普通大きいんだけど、携帯用のやつね、1000円前後で売ってますわ。あの薬局とかアマゾンとかで、うん、これね、とってもいい。あ、そうなんですか。手こうやって、手出してみる、ね、だから毛はそんな取れないんだけど、毛を本当に取ろうと思ったらこういうのでやるとする、うん、シリコンブラシ大好きで、この人毎朝シリコンブラシやってる。まあそれでもいいかなと思いますけど、要はこれ、こっちの方がいい。ウェットブラシで、でこうやって皮膚刺激してあげるとさ、血が良くなるし、だから特にねねちゃんやってほしい。うん、そうするとこれマッサージなんですよ、うん、大好きなんですよ、この人、そういうのが、うん、だから猫ちゃんももちろんだし、ねねちゃんも星だからさ、なるべく血液循環を良くして体調を整えたいんで、はい、あ、じゃあこれだったら毛そんなに抜けなくて、ね、シリコンブラシすっごい毛が抜ける、うん、でも本当は抜けるんですよ、これはそんなに抜けるものじゃない、ただマッサージを期待してやってる。 あんまり抜けてちょっと薄毛にならないか心配して。そんなことはない。あ、大丈夫。そんなことはない。抜いた方がいい。あ、抜いた方がいい、うん、なんでブラッシングで取れる気は取った方じゃないと、自分で体舐めて食べちゃうからさ。あー、そうなんだ、ね、うん、猫の舌ってザラザラでしょ、うん、それでベロベロ舐めて、うん、こっから舌は、ね、全部舐めれるから、うん、自分の顔は舐めれないけど、まあいつだったかやりすぎてこの辺が薄くなっちゃったことがあって、それはじゃあ本当にやりすぎやったかもしれない。でもやれやれ言うんですよ、猫が。だからちょっと良くないねって言ってたんで、こっちの方がいいですね、うん、で、あのコンディショナー、皮膚ケア製品の、はい、いつもやってくれないことやっていい、これをね
保湿作用があります、はい、あとシャンプーなどにコンディショニングで使ってもいいです。家でもシャンプーするこの場合はしないですね、はい、してます、してます、たまに本当にシャンプー臭くなったらシャンプーした後にもシュシュシュと吹きかけて、でそれで流さないで、毛がないんだけど頭やらせてくれない。で元はこれなんだけどでかいから小分けにしてるんです。いつも逃げて怒る。はい、じゃあ毛が燃えた、毛が、よかった、毛が燃えただけですんで。ねえ、猫ちゃんも慌てちゃって、もう絶対やけどしたと思い込んじゃった、私。いつもスプレーしてくれない、スプレーしてくれない、あんまりやめたって、今日はちょっと緊張した。ビミと息やれ、処置なし。はい、じゃあこれ一応渡しておきますね、はい、で受付でじゃあコンディショナー 100cc 出してきますから、書いてあるのはコンディショナーだけど保湿剤だと思って使ってあげてください。ねねちゃんもぜひとも、はい、それとぜひともウェットブラシで、ウェットブラシ、ウェットブラシって言いますかね、動物用じゃないですよ、人間用ですよ、はい、人間用ですよね。はい、 OK。